高槻市、高槻市は日本の大阪府北部の北摂三島地域に位置する市、中核市に指定されている。水と緑の生活文化都市がキャッチフレーズ。本校では、発足時の名称である高槻村、市政前の名称である高槻町についても述べる。政霊指定都市である大阪市と京都市とのちょうど中間に位置し、二大都市のベッドタウンとして発展している。 師匠も、京都市と大阪市の師匠を融合させたデザインとなっている。また、師匠は、外区表示板にも描かれている。高槻の地名の由来は、二つの説がある。高槻が高槻に転じた理由は、ケヤキ、ケキの故障の大木があり、戦国時代に、月の近くに本陣が建てられたことから、月を月に変えたとされる。大阪府の北東部に位置し、 東西1 0 4トル、南北2 2 7トルと、地域は東西に狭く、南北に広い。北端を、北雪連山、南端を、淀川で区切られ、地勢は北高南低になっている。市内最高標高はポンポン山の6 7 8 7ル、最低標高は、柱本の淀川河川湿気で3 3ル。 大阪から 21.2km、京都から 21.6km と、京都大阪間のほぼ中央に位置する。地域面積は 105.31km、広さは府内第4位で、大阪府の5.6%を占める。地域の 33.29km が市街化区域となり、残りの 72.02km が市街化調整区域として開発が制限されている。 市街化率は北西津奈市の中で最も低く、山林や農地が多く残されている。主な市街化調整区域は、保安林や近郊緑地保全区域に指定され、地域の48%を占める北部の山林、南部の坂巻地域、東部の五両地域、群家や土質などがあり、坂巻地区、五両地区、貸し電地区は、農用地区域としても農地が保全されている。 山裾には、大小500基以上の古墳を有する三島古墳群が広がり、古代、山陽道、西国街道が市内中央部を東西に通り、交通の要所として街道沿いに発展し、群馬や宿場などが作られた。古代、河内湾により、高槻付近まで海が迫っていたことから、津野への地名が残り、宿室が作られ、九州へ出発する港が整備されていた。 淀川では、淀川三十石州など、水運の要所にもなり、前島浜、唐崎浜、三島港浜などの河口が整備され、柱本で倉湾下船が誕生した。宇ドノは、奈良時代には、都の牧場として使われており、宇ドノや大塚には、対岸の平方市との渡し場があった。六玉川の一つ三島の玉川や三島郷、芥田川などは、歌枕として有名。 北部は、北雪山系になり、主な山には、ポンポン山、三好山、黒柄岳、明神ヶ岳、高清山、高尾山、阿武山がある。主な川には、南東から、市の南端に沿って流れる淀川をはじめ、北から南へ、市内中央部を流れる芥田川や、女瀬川、女瀬川、日与川など十二の一級河川があり、新川など五つの巡洋河川がある。 JR 京都線と阪急京都本線を中心に市内中央部から周辺部へと市街地が広がっている。北部は大半が山間地で南部は大阪平野北部を形成する三島平野の低地が広がる。北から700メートル以下の山間部、山地に囲まれた天皇盆地や原盆地、ハットリラに西郷国等の農村部、 高槻給料や那さ原ら給料といった、給料地に広がる日吉台、安岡寺、南平台、な、さわら等の住宅地、歴史的な街並みが残る、標高10から30メートルほどの富田大地と続き、大阪平野を形成する標高10メートル以下の中積定地が広がる。市内には、国道1 7十号線と国道171号線が走り、給料部を東西に、 明神高速道路が貫通している。四北部には新明神高速道路の高月インターチェンジがある。高月市の地形的特色としては、山地、谷底平の丘陵地、大地、中石定地の5つに区分される。高月市を上から見ると、北半分は丹波高地に連なる北雪山地へくさび型に食い込んだ形をしており、四北部の北雪山地は、 固く固結した古生代の堆積物である丹波総群でできている。山地は標高700メートル以下の低山性産地で、大阪平野に面する斜面は急だが、山頂部は抵抗性が強く、高原上の地形を形成している。北雪山地の川や谷に沿って形成されている。谷底平野は、小低地で、秋田川の源流部にある、電脳盆地。 中流の原盆地やハットリダにヒオガー中流の西合国などが当たる。電脳盆地は歌詞電軸を中心とする地域で、標高は330から360メートル、周りをさらに150メートルほど高い山地に囲まれている。原盆地、西合国は、ポンポン山の山裾と高月丘陵,陵との間に挟まれた谷底平野で、標高は、 原本地で100から130メートル、西合国で20から50メートル、河川に沿って南北に長い平面型となっている。ハットリ谷は、摂津橋の南端から南南東に伸びる谷で、谷の両側を丘陵地に挟まれ、面積のほとんどが、戦場地となっている。北雪山地と淀川低地とが接する市中央部には、先進予末期鉱石予前期の堆積物である。 大阪総群で構成される丘陵部があり、日吉台、安岡寺、南平台、那佐原といった住宅地が形成されている。高槻丘陵,陵は、ポンポン山の山裾から南側に広がる丘陵地で、北部の標高は100メートル以上で自然が残され、南部は50から110メートル、比較的起伏が小さく住宅街が広がる。高槻丘陵の西には、 標高50から100メートルなサハラ丘陵があり、さらになサハラと南平台に分けることができる。鉱石横行期の富田歴層に覆われた富田大地が丘陵部から南方へ突き出た形に伸びている。富田大地は標高10から30メートルの絶上大地で、北西端が、京大天皇陵、南西端に、宋寺寺、南東部に、富田寺内城といったものを有する。 地域の南半分が大阪平野の北部を形成する淀川低地にあたり、その全域が起き積そうである。大部分が標高10メートル以下の低湿地で占められ、排水が悪い低湿な後排湿地や氾濫平野が広がり、小規模な島上の高台が散在している。市内北部を有馬高槻断層帯が東西方向に通過し、山地部にも大沢や ハギやなどの推定活断層が通る。平野部を中心としたほとんどの地域が、夏や冬に、降水量の少ない瀬戸内海気候の周辺部に位置し、北部の山間部は、日本海側気候の影響を受け、冬には、降雪が見られる。年間平均気温は、摂氏16度前後で、湿度は67%前後。ポンポン山などの山間部では、 平均風速秒速6メートルを超える地域があるが、市内の年間平均風速は秒速3.1メートルで、異常気象を除き、年間を通じてあまり大差がない。風向きはおおむね、春は北から西、夏から秋にかけては東から北、冬は西内市北から吹く。1970から2007年までの降水量の都市平均は1318ミリメートル。 平均気温の推移を見ると、市街地の形成に伴い、ヒートアイランド現象等もあり、1980年代以降、上昇傾向にある。高市消防本部の観測による2009年の年間気象は、気温が年平均摂氏16.5度、最高摂氏35.4度、最低摂氏0.5度。 降水量は年間1259.1ミ、mm、リメートル、降水日数121日。湿度は年平均70.1%、最高100%、最低13%。風速は年平均秒速3.1メートル、最大風速秒速17.9メートル。氷は2009年のもの。高月に人が住み始めたのは約2万年前の旧石器時代で、 軍家今木遺跡で生活跡が発見されている。その後やよい時代になり、安万遺跡では、三島地方で最初の米作が開始された。古墳古代は、摂津国島上郡里にあたる。日本でも、有数の古墳軍地帯で、真の形態天皇陵とされる、今城塚古墳など古墳時代初期から末期までの各時代の古墳が現存している。新地遺跡。 今白塚古墳付けたり新池埴輪製作遺跡として、国の史跡に指定は、日本最古、五から六世紀最大級の埴輪工場で、新地遺跡埴輪公園として、保存、公開されている。七世紀末に、縁のおすぬにより、神峰山寺が改装され、主元霊場七鉱山の一角とされるほど栄えた。高月の地名が初めて資料に出てきたのは、 鎌倉時代にあたる14世紀頃、奈良の春日神社の荘園であった安万省の高知目録の中に麦下寺高月二丁十歩の畑高月七端半見える。室町時代には富田が一行、そう、浄土新州北摂布教の拠点として栄える。この頃の資料には高月の地名が見られる。戦国時代には三好長慶や高山右近が拠点とする。 安土桃山時代には、高月領主、高山右近が、キリシタン大名だった影響で、キリスト教が広がり、日本で最初の復活祭が営まれた。江戸時代には、山陽道の流れを組む、西国街道が、三金交代などに利用され、芥田川宿は六宿駅の一つとして栄える。富田は八千国余りを醸造する酒蔵として、栄える。 高槻藩を参照。富田は酒所として栄えた。江戸時代に日本を欧州に初めて体系的に紹介したオランダ召喚付け医エンゲルベルト・ケンペルは1691年2月28日、長崎から江戸に行く途中、大阪から森口、平方、橋本、淀、京都の順に旅をし、昼食を取った平方から高槻を望み、 そこに、左側の方に、地元の君主の白い城が、大変美しく際立って見えたと記録している。明治時代には、隠れキリシタンの里として発展した。1970年代以降、大阪市及び京都市のベッドタウンとして、宅地開発が進み人口が、急増。1975年には30万人の、大台に到達した。 その後も順調に増加を続け、九百九十五年には三十六万二千二百七十人と、統計上過去最高を記録した。しかしその後少子高齢化の進展や、都心回帰などの影響により人口は減少に転じ、二千五年には三十五万千八百二人となった。ただ、大阪府の調査、推計では二千四年諸島を境として、高槻市の人口動態は、 社会源から社会像に転じており、依然続く自然像と合わせて人口動態そのものは年々改善している。これは JR 高津駅周辺の再開発によって市中心部の商業機能が向上し、市内の生活がより便利になったため周辺地区からの流入が増えたことが理由とみられる。なお市内の人口動態については、主に居住用のマンション建設が 相次いでいる設置と大気、高槻駅周辺では増加、市北部の山際に広がる、団地群や市南部の淀川近くに広がる旧来の市街地において減少という形になっている。市への流入者は多くが近畿圏内から来るが、近年は東京など首都圏からの移住も見られるようになった。市議会市長部局行政委員会。 水道事業自動車運送事業消防1971年に国鉄高槻駅南隣より現在時東園町へ新築移転した。庁舎は第13回 b c s 賞を受賞している。現庁舎が手狭になったため、1994年にホール図書館を併設した高槻市総合センター現庁舎北隣に建設した。 2018年8月26日時点での開派構成は以下の通り。なお、1993年に死刑廃止を求める意見書が全会一致で可決されて国に送られた。選挙区は三島軍と共に構成する。定数は4名。任期は2015年4月30日から2019年4月29日まで。三島軍島本町と共に、 大阪10区を構成する。第48回衆議院議員総選挙では、以下2名の当選者を出している。ハニタン2011年6月に、市役所から募った31体の中から選ばれた。詳細は、ハニタンのページを参照。大阪府の中でもサッカーの街として力を注いでおり、2012年より、J リーグのガンバ大阪が、ホームタウンとしている。また、 なでしこリーグのスペランツァ FC 大阪高月がホームタウンとしている。京都大学大学院農学研究科付属農場、京大農場移転跡地にサッカー専用スタジアムを建設し、ガンバ大阪を誘致する計画があったが実現しなかった。第三次産業の割合が多く、大阪府の平均より小売業やサービス業が盛んである。 特に JR 高槻駅周辺半球、高槻市駅周辺にかけて、百貨店が2軒、西部百貨店、松坂屋、映画館、アレックスシネマを備えた、ショッピングセンター、平和堂などの大型店舗と多数の商店街を有しおり、大阪府三島地域最大級の商業集積地となっている。飲食店や、服飾関係の店舗も多く、周辺の自治体から、 多くの若者が集まるエリアとして近年関西でも注目を集めている。上場企業の本社数は3。2006年度、2006年4月から2007年3月、時点での産業別事業所、就業者数は以下。かつては、山間部において経過し向けの観点づくりが、盛んに行われていたが、市街化が進み平年の気温も上昇したことで、 現在は生産している農家はなく、下田部長にある株式会社谷地が、天皇に工場を用い一般家庭向け寒天、寒天加工商品の製造、販売を行っているほか、市のサイトで、菓子電磁の一部の農家が作っていると報じられているだけとまる。宇戸のと呼ばれる、淀川河川敷で良質なヨシが取れたことから、すだれ作りも盛んであったという。かつて、 市街地北部のハットリ地区では、タバコの栽培が行われ、ハットリタバコと呼ばれていた。池田、伊丹と並ぶ、北節三名種の一つに数えられる酒の名産地で、ある、市域西部の富田地域には、現在2軒の作り酒屋があり、オリジナルブランドで、日本酒、マタチビールを生産するほか、北部の原地区においては、ドブロろク特区として、ドブロクの生産も行っている。 特産品、大阪エコ農産物、高槻市内の郵便番号は、北部地域、おおむね JR 京都線より、北側の地域が、569から 10XX、569から 11XX、高槻北郵便局の管轄、南部地域、同じく南側の地域が、569から 00XX、569から08、 XX 高槻郵便局の管轄となっている。その他には、高槻市民新聞社、キツツキ21編集室、北大阪新聞社などのミニコミ市など、芥川上流の摂津橋、摂津ヤ系とも呼ばれているなどは、美しい自然環境を残している。高槻市内では、ホタルが鑑賞でき、日本で確認されている44種類のホタルのうち、現地ホタル、 平家ボタル、姫ボタル、おばボタル、黒窓ボタル、胸栗色ボタルの6種類が住んでいる。同地域で古くから話されている言葉は一般的な大阪弁であるが、京都府に隣接し、西国街道を通じて京都との交流が多いためか、京言葉の影響を多分に受けたものとなっている。ただし高度経済成長期以降、大阪府内で建設されたニュータウンと同様に、 関西の他の地域は、もちろん、それ以外の地域からも転入者が急激に増えたため、標準語により、近い関西共通語が主流となっている。また、高槻は地元古来の発音では、他にアクセントを置いた頭高型の発音をするが、埼玉などと同じ、JR 西日本などは、他にアクセントを置いた共通語風の発音を採用しており、近年では、 他地域からの転入者や若年層を中心に、こちらの発音をする市民も増えている。高槻市の人口は1994年度の36万3000人をピークに減少傾向にあったが、2003年度以降は徐々に増加に転じている。高槻市の約半分は森林になっており、荷重地面積は 57.37km、荷重地人口密度は6133人。 キロメートル2005年度の人口集中地区の人口が338,236人 DID 面積は33.19キロメートル DID 人口密度が1259.6人キロメートル総数に占める DID 人口が96.1%面積は31.5%日本の市の人口順位によると 高槻市は2010年の法定人口で56位となっている。平成22年、2010年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、1.57%増の357,359人であり、増減率は、深43市町村中8位、72、行政区域中25位。1997年、平成9年に、 高槻市都市計画マスタープランが策定され、それに即して都市計画が立てられている。自然体構想とともに、市を7つの地域に分けて、それぞれの地域ごとにも都市計画が立られている。以下は、それぞれの地域と町づくりの重点目標。第4次高槻市総合計画において、土地の利用状況、生活圏としてのまとまり、地区行政の経緯などを考慮して、 地区生活圏を7つに区分している。なお、この区分けは生活圏としてのまとまり等に重点を置いており、川西町、真上町、緑ヶ丘は上記の理由による区分けのため、町名によっては地区が異なる。高槻北地区、高槻中地区、高槻高良地区、高槻南地区、富田南、坂間秋地区、富田地区、高槻西地区、 高槻市消防本部特別救急隊と連携し、ドクターカーの本格運用を365日24時間を行っている。2002年10月に施行運用を開始。2006年10月より本格運用開始。本格運用を行っているのは国内で5市のみ。2008年現在。救急医療体制は周辺多市と比較して充実しており、 地域の救救急急車が、が患者を搬送してくくるる。ことが多く見られるかつて中学教師が地元集中と呼ばれる教育を行っていた。国道171号沿いの防音板の設置棟とプレハブ校舎へのエアコン設置は全国でも珍しい試みであった。2007年度から二学期制を導入した。東西を走る大動脈的な国道七十一号線は 右折レーンが少なく渋滞が頻発する。特に渋滞の多い地点は、休日のイオン、八丁縄手、大畑町交差点付近。マンションが急増している西北部では、交通量が増え、土日の国道近辺の渋滞が年々悪化している。かつては市内を通過する、名神高速道路に、インターチェンジがなく、市内を素通りするのみであったが、 2017年に新名神高速道路の高槻 JCTIC、川西 IC 間が開通。翌2018年に川西 IC 神戸 JCT 間が開通して、山陽自動車道、中国自動車道と接続したことで、市内に同 JCT を介して接続する新名神、名神両高速道路の出入り口が設置された。 大阪外環状線として整備された2路線がある。高槻八景、原八景。富田十勝。有形文化財、民族文化財、記念物。有形文化財、民族文化財、記念物。ベストセレクション。登録物一覧。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。